えー、JKL 中村さん、お願いできますかあ、聞こえますかはい、聞こえます。こんにちは。えー、っと、JE1JKL 中村です。あ、画面の共有をしなきゃいけない。JE1JKL って言っちゃいけないですね。JO4JKL って書いてあるから。えー、っと。 これで見えてますでしょうか。大丈夫です。はい。どうも、あの J4JKL 中村です。えっ、ー、とさっきちょっと口を滑らしましたが、J1JKL 中村です。で、あとであの悩みセックス N.A. としてもプレゼンを予定しておりますのでよろしくお願いします。あの自己紹介ですけど、J1JKL はもうえっ、ー、と先先月でちょうど50周年。 えー、開局50周年でした70年に電話級取って71年に電信級取ってそれで開局したのがやはり71年で初めてのコンテストは72年のオールアジア当時は CW 部門しかなかったんですけど8月の CW 部門でコンテストデビューして、えー、だからコンテストデビューからは49年ですかね、えー、という、えー、のが私です。 であの最近は、まあ、9M6NA から、えーまあ、ここ30年は水球ワードワイド CW に出るのが、まあえー、ライフワークみたいなものになってます。えー、っとそれからあのあのその他自分でコンテストやるだけじゃなくてあの、えー、っとアジアパシフィックスプリント AP スプリントっていうのを J1CK の熊谷さんとか 9B1YC のジェームスとか一緒にあの開催してまして 皆さんに参加していただいてますがちょっとアクティビティがあ,のあ,あまりないので,で、まあ、これからサイクル25になるにしたがって、まあ、楽しくなると思うので皆さんぜひあの2月と、えー、6月と10月ですけど2時間ずつ参加していただければなとここの場を借りてコマーシャルさせていただきます。えっと、今年のあのあであの年年のの間間つコンテスト出て年間上位3 三局に入ると、水系出版社、あの。えー、っと、ガスポンサーになってる、とっても豪華な盾が。出ますので。今年は、あの、こに参加されている J. ゼロ、F. V. U.、えー。それから J. A. と R. W. U. このお二人方にも、えー、っと、盾が。ええー。と、出てます。あの、R. W. U. は特に、あの、ビームなしで。 カチとたサでですので、なかなか、えー、価値が高いのではないかと思ってます。皆さんもぜひ来年出ていただければと思います。えっとそれでは始めます。えっと SOTR 運用形態とスクーカムワガーについてお,、えー、お話ししたいと思います。えっとスクーカムワガーっていうのはまああまり馴染みがないかなと思うんですけど、えっと一番下のこれを押すと、えっとこれが二千十八年の CQ ワードあ、これって見えてますえっと。見えてないですね。あ、見えてないんだ。これはだから、どうするんだディスプレイそのものを映さないと多分ダメかもしれないですね。ああ、そっか。そっかそっか。これあ、ダメか。まあいいや。あの、2018年の、えー、っと、SSB、CQ ワードワイド SSB で使われてたロガーの,あのリストが、この、 えっと、えー、ポピュラーロギング、えー、プログラムツフォーシキワードワイズ SSB2018 っていうのが出てくるんですが、まあ NYMM がもう圧倒的に五十パーセ50%。この中で、えー、っと、例えば、えー、っと C、C テストインはそれなりにあるんですよね。えー、っと、DX ログはえ二十八。 あごめんなさい、Z ログは28人で、スクーカムロガーに至っては15人ということで、まあ、まあ、マイナーといえばマイナーな、えー、っと、ログ、ジョギングソフトです。で、えっと、MacOS 上で動く、まあ、えー、多分あの唯一とも言っていいコンテストロガーなのではないかと思います。えー、っと、無料で、えー、配布されてます。えー、作者は Bill、K1 ゴーフクイーン、K1GQ。 JH5GH も近藤さんが ISOTR、まあの部分、えー、状態遷移とか、そこら辺を非常に、えー、と詳しく、えー、あの関与してまして、えー、とそれでそこが非常に魅力的な、えー、コンテストローガンになっていますで。今年、あの私、ナイム・スイク・ NA から出られなくて、えーと 岡山のシャックから JO4JKL でシングルオペオーバンで出たんですがその時に、えー、っとこのスクーカムワグアを使いましたでそれはなぜかっていう話を書きますまあなぜかの半分は近藤さんが関与してるってことなんですけど、うんえー、まあそこも含めてでスクーカムって何かっていうとこれはあのネイティブアメリカンの言葉で最高とか素晴らしいとかいう意味らしいです。 えー、ただスクーカムでグ、えーグルで検索するとなんかスタジャンが出てきますなんかスタジャンの、えー、ブランドらしいですえっと私の資料ローガーの変遷なんですけど、まあ、1990年に CT、まあ、この時はあのちょっと CT の日本での配布に関わってたこともあって、まあ、CT をずっと使ってましたと TR1 回使ったんですけどなんか自分には合わなくて ほとんど CT2004 年までですね、その後 Windows になってから N1mmlogger プラスになる前のやつですね、しばらく使っていて。で、まあ、SO2R 絡みでちょっといろいろと Wintest とか d x ログネットとか、えー、もう始めたんですが、まあ、N1mmlogger プラスにまた戻ったりして、まあ、そういう意味で言うと今 Wintest と d x ログネットと N1mmlogger プラス、これ全て ちょっっと場合によてて使い分けてますで私の場合はこあの国内コンテストはまあほ,ほとんどやらないんで、まあ、たまにあのこ,のこちらの自,分自宅の,あの屋根裏アンテナで出るときは NYMM、MM、ロガープラスを使ってますけど、まあ、あ,のあくまでも DX コンテストが主体なんで、まあ、こういう選択になってます。で、えっとまあ、今年スクールカムローガーがそれに加わったと。接、ま、想、あ、ないって右に書いてありますけど接想、まあ、ないんですけど まあ逆に言うとあのど,どっかのログをにこだわってるんではなくて何か機能とかそういうのが良ければ自分に合ってると思えば、えー、使うというスタンスにしてますあの。本当は自分で開発できればいいんでしょうけどそういう能力がないものですから。えー、っとで、まあ、ログロガーが変わってったっていうのもあるんですけど SOT2R をどういうふうにやってたかっていう。 まあ、えっ、ー、と変遷が、えー、こういう感じで、まあ、2003年以前は SO2R といっても Radio2 はもう受信のみしか使ってなかったのが2003年以前で2004年からえっ、ー、とちょっと N1MM を使って、えー、1PC1 キーボードで、えー、SO2R を始めたんですが まあこの時点ではまだ片側ではランをして反対側では S&P をやると。で、オルタネート CQ、あのデュエリング CQ とも言いますけども、オルタネート CQ を出したとしても、もう呼ばれて、どっちかで呼ばれたらもうえそちら側のえワンレディアに移って、もうそちら側でランをすると。そういうスタイルで、いわゆるその 2BSIQ、2バンズ、えっ、ー、と、なんだ。 <laughs> ちょっとすぐ出てこないでいい。トゥー・アンゼル・シンクロ,ーンシントロナイズド・イン,インターリーブド・ <laughs> ESIQ ・あ、あ QSO というのは、あのー、とてもできるような状態じゃなかったと。で、2012年ぐらいから、ちょっとそれを意識して、トゥー・ PC ・トゥー・キーボーのを始めました。と。で、この時はウィンテストなんですけど、で、あのー、まあ、その、 一つのキーボードで、えー、と、その、まあ、2BSIQ、ちょっと 2BSIQ っていうのが、えー、っと言いにくいので、デュアルランと言いますけども、デュアルランをするときに、やっぱりキーボードとリグクとの関係っていうのが、どうしても、えー、どっちでし今出て、どっちで、えー、っと応答してみたいなのが、やっぱり、あのー、 できる人はできるみたいなんですけど、私にはできなくて。でそれをあの克服するには、やっぱり空間認識の確保、スペシャルアウェアネスって言って、あのー、コンテストユニバーシティで N2NT でしたっけの、あのーと、プレゼン資料にもあるんですけど、まあ、SO2R はスペシャルアウェアネスが重要だと。で私もそう思ってまして、やっぱり左の、えー、と無線機で、えー、送信するときは左の まあ、送信するにしても受信するにしても左の、えー、っと送信機では左のパソコン左のキーボード左のスクリーン右の、えー、レディオの時は右のスクリーン右のキーボード右,右のラジオという感じで、まあ、それでそれが一番あのなんていうんですかね混乱しないオペレーションだということでずっとやってきました。であのこの右左にある これはの、9M6 のチャックですけど、こういうスタイルで、まあ、うん5、6年、6、7年、えー、やってきましたと。で、だけど、やっぱりその、デュアルラン、えー、あごめんなさいあのあ、そうですね、これ、すみません、2PC、2キーボードでどういうことをやってたかというのを話をしますと、2PC、2キーボードだと、えー、っと、 問題はあのオルタネート CQ が出せないんですねデュエリング CQ があの左は左右は右なんで,でそれをやる仕組みを、まあ、作りましたとでこれはあのえっと SO2R のスイッチボックスこの右の写真の上に載ってるのが私の作った自作の SO2R ボックスなんですけどでそれはあくまでもそのえっと PTT とキーヤーと,、えっとヘッドホンを切り替えるだけの、まあ、もちろんあのえー あのロロガーーからコントロールして切り替える、まあ、手前についてるロータリースイッチでも手動でもえーオーバーライドできるようにはなってますけど、まあ、そういうものなんですけどでそれにあの上のボタンが緑のボタンを押すとリュエルとオルタネート請求が開始できると、まあ、開始するのが左のレーリオから始めるときは左側のボタン右側から始めるときは右側のボタンで停止が真ん中の黄色いスイッチと。 でこれは私のスイッチではできなくて、その下にある箱。で、この中に、あの、えっと、アルドゥイノ、アルドゥイノベースの、えっと、キーマッパーっていう、これは、近藤さんが作っていただいた、この下にある写真があるんですけど、これ、その、アルドゥイノを使って、えー、そのキーボードで、キーボードのいろんな割り当てだとか、まあ、いろんなことができる箱なんですけど、それの一部の機能を使って、 まあ、PTT の信号を、まあ、拾って、えー、片側の、えー、送信が終わったら反対側の、えー、とレディオでめ始められるようなそういうような仕組みを作ったのが、まあ、上の写真の下の箱ここに2つアルドーノが入っていますで。こういうことをやって、まあ、2PC、2キーボードでデュアルランを実現させていました。でまたあの あとで、えー、話しますけれども、この、えー、と近藤さんのキーリマッパーの中にはキー入力をバ,フバッファーする機能があって、これも非常に重要なんですけれども、これはあとで説明します。で、まあ、そんなことをずっとやってたんですけど、あのー、ここの方でご覧になってる方はどのくらいいるか分かんないんですけど、近藤さんが YouTube に 2BSIQ の 練習模様を毎日アップされてるんですよね。で、うん、私はあの秋っぽいんでとてもあの練習はあんな続けられないなと思って感心して見てるんですけどデュアルランでまあ500曲1時間に500曲以上やられてるんですね。でまあちょっとそれは2キーボードでやるにはちょっと無理があるなと。あので近藤さんはなんかどうやってやってるのかなって聞いたらまあ 1PC、1キーボードだけど、フットスイッチで左側のあ2つ、フットスイッチ2つ置いて、左側のフットスイッチを押したときは左側のレディオ、右側のフットスイッチを押したときは右側のレディオというふうに、まあ、入力を切り替えてやってると。で、それを聞いて、そっか、そうすると、まあ、キーボードは2つなくても、左足を動かしたときは左足、あ左のラディオ、右足を動かしたときは右の ラジオということで、これは空間認識っていうのが、もしかしたら、えー、っと、これでも確保できるんじゃないかなというふうに思いまして、で、私もやろうということで、スクーカムザガーを、で、練習を始めることしました。これがいつだったか、4月か、今年の4月ぐらいだったと思いますけど、でそう思い立ったので、えっと、マックミニ。 を購入し,ましたなんか0と2014っていうのがこれ以降であればなんか最新 OS も入るということで教わったのでそれを購入して、えー、と練習を始めました。でもともと私 Windows から Windows に来た人なんで全く Mac を初めてだったんでまあ非常に最初は戸惑いました。でであの買ったのはその Mac ミニとあとはこのフットスイッチを えっとこれ一般的に売ってるフットスイッチで,であの2個あるんでこれ位置が重要なんで位置が動いちゃだめなんでどうしたかというとタイルカーペットを半分に切ってでその上にあのベルクロを接着したフットスイッチをえ置きましてこう,こうすると位置が適当に調整できるしえ置けばそのまま動かないしで非常にこれは快適ですとっても。 この間もあの岡山のシャックまでこれをこれを持ってきましたけど、えー、どこでも使えるトゥ、えーっとフットスイッチです。でこのッフットスイッチ何するかっていうと,、えー、っとフットスイッチを押した時に、えー、っと左のフットスイッチを押すと、えー、ページアップ右のフットスイッチを押すとページダウンというキー,キー,キーボードの金入力に変換して くれるこの US B の USB チップれあのこのリバイブ USB マイクロって言うんですけどちょっと他の用途にも使ってるんですがこれの12個入力があってだから 12, 12個の接点が、えー、キーボードの好きな、えー、っとキーに変換できるので例えばあの、えー、っとショートカットの、まあ、コンテストのショートカットのよく使うやつを全部ボタン別に出すとかそういうのにも 使います。非常に便利です。2000円ぐらいで買えます。まあ、あのさっきの,あの近藤さんのキーマッパーがあれば、まあ、こんなものはいらないんですけど、えっとまあ、あの手軽に使う作るにはとってもいいです。だから、えっと、MacMini のほかに用意したのは、これが練習用の機材ですと。で、キーボードとかはもう Windows 用のそのまま、えー、利用してます、えー。ディスプレイもそうですね。 で一番悩むというかあのやっぱりコンテストのロガーを変えた時に一番問題になるのがやっぱりキー配列かと思うんですけどもまあキーの割り当てについては例えば NYMM、MM、の場合だとオートホットキーを、えー インストールしたりあと Wintest や DX ログはもうそ,そもそも r e d e f i n e k e y b o a r d e s っていうのがあって好きに変えられるんですがでこのスクーカムログはどうしようかなと思って、まあ、これも近藤さんにいろいろ相談したら、まあ、MacOS の機能でまずその、えー、メニューメニューにあるものは全て、えー、MacOS の機能でショートカットキーに割り当てられるとでそれ以外のいろんなキー のまあ、あの変更についてはカラビナエレメンツっていうこれは別アプリがあって、えー、これを導入することによって、えー、まあほぼ好きな、えーっとえー、キー配列に変更するがことができましたあのちょっとカラビナエレメンツっていうのは JSON ファイルっていったあの JavaScript でで使う設定ファイルですかねそれの,あの書,書式で書かなきゃいけないんでちょっと私には最初難しかったですけどまあそれを書けば、えー、っと好き勝手にキー割り当てができますと。であとスクーカムラザーにも ESM エ,、えー、エンターセンズメッセージってあのエンターだけ、えー、キーを押してあの なんですかナンバーを送ったり TU 送ったりする機能が、まあ、NIMM とかだったら普通に使われると思うんですがそれに変わる機能がマジックメッセージというのがあるんですけど私自体が ESM がどうも、えー、シに合わなくて、えー、全て自分で、えー、っとこれをした時に TU が出てこれをした時に、えー、っとナンバーを送ってっていうふうに、えー、指が覚えないとダメなんでちょっとそういう機能は使ってないんですけどまああの えっと、ESM ライクな機能もありますというご紹介ですと。で、えー、それで、2BSIQ、まあ、デュアルランでは、えー、っと、あの、まあ、このスクーカムラガーの、まあ、ちょっと特徴2つ大きくあると思っていて、それをちょっとご説明します。一つは、えー、っと、バッファー機能ですね。あの、 デュアルランだと、えー、っと、これを見てもよくわかんない。次のページいきますかね。あの、ここでちょっと説明してるのは、レディオ1で、レディオ1とレディオっていうの、2BSIQ の流れですね。これ、えっと、なんかあの、みんな、私のコールなんで、どれがどれだかよくわかんないですけど、赤い、T えー、赤いのが私の送信で、青と緑は、えっと、QSO i 手。例えば、レディオ1で、 EUJO4JKL NH6J っってたた後に N H J が呼んできただけど反対側の送信機では、えー、そ,のそこの時点で 96NA59925 と打ってるとそうすると59925を打つまでは NH6J59925 と返せないわけですよねそこを待たなきゃいけないんですよねで待つのがえー、っと自分のサイドトーンが、まあ、ミュートしてますんで なかなかわかりにくいんですよね。送信、LIO2 の送信が終わったことを認知してからナンバーを送んなきゃいけないと。で、これ NIMM なんかでやると、そう、そうなってるんですね。で、でこの待つ、待ちの時間が、えー、なかなか難しくって、というのを思ってまして。で、これが、その、 スクーカムロガーの場合はバッファー機能があるのでもう NHXJ、えー、って打ってそこでパンとこう NHX59925NHXJ59925 NH っていう打つ、まあ、キーを押した押しておいたらその後自分のレディオ2の送信が終わった途端に、えー、NHXJ59925 と打ってくれるとだからこの待つ時間を考えなくていいと というところが大きく、えー、大きなメリットがあると思ってます。ちょっとこれ分かりにくいですかね。まああのえー、っと実際にやってみると分かるんですけれどもこれがあるから、えー、非常にストレスが小さく、えー、ストレスがなくデ、えー、ュアルランができるというのがまあ、えー、一つ大きなポイントだと思ってます。でこれあの私の q p c でやっていたときは あのえー、と待たないで打ってしまうと,、えー、と反対側の、えー、TX で送信してるのが途中で中断しあ違う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 ごめんなさい NYMM の場合は途中で待たないで打つと反対側の送信が途中で途切れてしまってで新しい方の送信になってしまうんですが私の 2PC の時だったらちょっと,ょっと違っていて えっと送信を始めようとするんだけど、PTT は切り替わらないので、うん頭が切れてしまうと。だから、NIMM なんかでやる場合はお尻が切れてしまうし、えー、私の 2PC でやってた時は、えー、っときは、頭が切れてしまうと。まあ、そういう問題がありました。それはあのバッファー機能があることで、えー、防止してくれますと。 まあこの,あの間違って長くなるのはこれはもうしょうがない話でこれは 2BSIQ のえー特徴なんでまあこれは仕方がないんですがストレスを軽減してくれるということです。はい、であのー、さっきちっと後で説明しますといったその 2PC2 キーボードの時のバッファー機能、えーリ,ムえー、とリマッパー の機能っていうのはこのバッファー機能を持ってたということで 2PC の時もこの機能は使えました。でもう一つなんですけど、えっとまあ、2PCSIQ 私あの、まあ、近藤さんのように500球とは無理で400球ぐらいしかできないんですけどその練習での話ですけどね。でも J でコンテストやってそんな400球もできるわけないし。 セクタだってその呼ばれないし、まあ、カリブ行ったりあのアフリカ行かないとそんなの無理だよねって多分ほとんどの方は思われるんじゃないかと思うんですね。現実問題そうなんですね。この間 JO4 でやった時も、えっと、2BSIQ きれいに2つのバンドで交互に形成できたっていうのは、えっと、1分間に7曲っていうのは1回だけあってそれはすごく。 え気持ちよかったんですけどそれがずっと続くわけでもないんですよねだからそこにじゃあそ,それだけのためにスクールカムログがあって進められるかってそうじゃなくてもう一つ大きなリメリットに、まあ、今回実際に使ってみて気が付いたんですねそれはあのえっと欄を途切れさせない機能があるっていうことでこれも次の図で説明しますねえっと 例えば、デュアルランをやっていて、片側では呼ばれてません。このレディオ1では呼ばれなかったと。でだけど、レディオ2では呼んできたと。で、えー、っと、あ、ごめんなさい。これ、えー、っと、いろんな例があるんですけど、両方ランっていうのもあるし、これは、あの、これはたまたまランと、えー、っと、S、S&P、あのレディオ1でランをして、レディオ2で S&P をやってる時の話なんですけど、えー、でレディオ2で、 まああのイムセクス NA を呼びましたと。で、よえ呼んだ途端に、レディオワンの CQ は途切れますと。で、えー、っとイムセックス NA に59925と送りますと。でナンバーを送りましたと。で、送って送り終わった、その送信が終わった直後に、レディオワンで自動で CQ が始まると。で、この機能っていうのは、 えー、本当に便利で、あのー、これ、他のロガーだと,、えー、と終わった途端に、まあ、F1 もう一回押さなきゃいけないんですよねで。そういうのをすごく考えなくてよくて、えー、だから周波数の確保、えー、2つの周波数をかあ、この場合は1つですけれども、周波数を確保するのが非常に容易になります。で、デュアルランでもあのどっちかが呼ばれなくても、どっちかが、えー ナバーを送った直後、まあ、TU を送った直後に相手側で CQ が始まって、当然こちら側もあの呼ばれなければ CQ が始まると。で、ここら辺が近藤さんがその状態制御を非常に細かく見て、えー、シナリオを作って、えー、っとスューカムナ側にあの反映させた結果だと思うんですけれども、これが、えー、非常に大きなメリットです。 デュアルランなんかでもそうなんですけど、片側の、えっと、レディオでちょっともたついたような場合、反対側のレディオがかなり受信が長くなっちゃいますよね。そうすると QRL とか打たれて、えっと他の曲が出てきたりすることがあるんですけど、そういう時にまに、あ、ディフェンドっていう機能があって、そこで、えっと、短く席を出したり、まあ、QRL って打ったり、まあ、いろんなことができるんですけど、まあ、そういう機能もあります。そういういわけで、まあ、周波数の確保 ができると。まあそこら辺が大きいと。というとこです。で、えっと、あと、まあ、スクーカー・ムラガーを使う上で、えーっと、ちょっとネックになるかなと思の SO2R の切り替え機が、いわゆるあの結構皆さん使っているマイクロハムとかは使えないんですね。で、唯一と言ってもいいんですけど、この y プリシーの、SO、r c の SO2R ボックスとか SO2R ミニは使えます。だから 今回もあの岡山にはこれをい持ってきました。ちょっと汚い写真で申し訳ないですけど、これを持ってきました。で、SO2R ミニ自体は、ねまあ、60ドルでキッ,ト買えるキットが買えるととても安いものです。まあ、この手のものとしてはとても安いものだと思います。で、その他あの、まあ、さっきも近藤さんおっしゃってましたけども、あのスクーカムロガーの SO2R ミニのコンパチの SO2R ネオというのも 出されてますえー、っとで,でそれで一つもう一つあの空間認識の過去で僕が問題になってるなと思ってるのは、えー、SO2R で、えー、2BSIQ をやってる時に、えー、R1 で r, で, r で送信してる時は r e d o 2 i を送信してるるとに送に送信してる時に送信してる時送信してる時送信してるる を両耳で聞くっってていうのが基本になレディオ2で送信してるときは、レディオ1を両耳で聞くというのが普通かと思うんですけれども、そうしてしまうと、どっちのラジオから聞こえている音かっていうのがちょっと感覚的にわからないんですよね。で,できれば、えー、っと左のラジオはいつも左側から、右のラジオはいつも右から聞こえているべきであるというのがまあ私の考えですと。と、えー とそこで、SOTR ミニを改造しましたと、もうすごい汚い、えっと、絵で申し訳ないんですけれども、まあ、こういう改造をすることによって、えっと、改造前は、えー、R1 のみを受信するときは、両耳で、まあ、R1 左側で、左耳でメイン、メイン右耳でサブ あれとの場合はあれどうなたかお話してます。<え>あれ<み>私の声聞こえてます。あ聞こえてます。ちょっとどなたかミュート今うんどなたかな。あ私の声じゃん。んすいませんどうなったか喋ってますか。<laughs> いやわかんないです。わかんないですね。はい あすみません、ちょっと時間長くなったんで、ちょっと<の>できるだけ。いやいやいや、大丈夫です、大丈夫ですよ。はいはい。あの、えっと、まあ、ちょっと改造することによって、えー、あの左側の受信機を聞いてるときは、まあ、左側の方から聞こえる。右側の受信機を聞いてるときは右、右側の受信機が聞こえる。あ、右から聞こえるというような改造をしました。ただ、これでの問題は、あの、まあ高級機を使っている方は、 まあ、メインを左サブを右っていうのは当たり前で使ってるかと思うんですけどそれがもうサブの方が聞こえなくなりますというかステレオでは聞こえなくなりますまあミックスしても両方あのミックスしてしまえばいいんですけれどもあのステレオでメインとサブを聞いてる人はまあえっとそういうことができなくなるっていうデメリットありますけれどもまあ私はもう SO2R で、えー、2台の、えー、リーグを使っている時は えー、もうこの改造後の動作でいいなというふうに思ってます。で、これをした後、まあこのブレンドって、あの、えっと、可変抵抗でて書いて,きてありますけど、まあ、100オーム程度、で、えー、100オーム程度の可変抵抗器でもって、まあこれで、えー、調整しますと。ただ、この、ただというか、その、なんですかね、あの、SO2R を というかレディオあワンレディオでオペレートするような場合はもちろん両耳で聞いた方が集中力は上がるわけでそういう意味でいうとこのブレンドを目いっぱい、えー、抵抗値を少なくするべきだし相当、えー、やってる時はある程度、えー、増やしていくとただあのよく調整するとどちらでもまあ妥協できるいい点が見つかるので私は、まあ、そこでもうほとんど、えー、半固定のまま。 動かさずに、えー、オペレートしています、はい、でここら辺のブレンドの機能も SO2R ネオだったらこんな野蛮な改造をしなくてもこんなあの VR つけなくても、えーまあ、スクーカムロ,ロガーに使う時だけのようですけれどもあのブレンド機能はですね使えるらしいのでこれも近藤さんに相談されるといいのかなと思います。 で、スクーカー・ムザー自体には、まあ、これちょっと、あのー、まとめになりますけれども、スクーカー・ムザー自体は私は、まあ、他のロガーと比べて不満な点はいくつもあるんですね。例えばこの,この図面はこれ、エリィオ1とレってオ2の入力画面なんですけどあの、左右でなくて上下なんですよね。だから、まああのー、空間認識の考え方から言えばこれも左右であってほしいんですけど、まあ、そこはあのー えっとフットスイッチが左と右なんで、まあ、そちらの方に神経集中すれば、まあ、あの特に大きな問題はなく使えてました。それからあと大きいのはフォントの大きさが変更できないんで、えー、っと画面のいろんな字を大きくしたり小さくしたりするのは、えー、っとスクリーンの解像度を変えなきゃいけないんですよね。だからそそれれれをあのマルチスクリーンにして、えー、それぞれで一番使いいやすい えっと解像度にするとか言ってやらなきゃいけないとかちょっと、えー、大変なとこかなと。あとバンドマップ、まあ、バンドマップって言っても、がないって言ってますけど、まあ、あの先ほど、えっと、z ログのお話であったようなバンドマップは出ます。あれ、アクティビティって名前で出ます。ただあの、NYMM のようなその周波数軸上に並ぶようなのがないです。そこはちょっと、うん、感覚的に 今まで私が使ってたので、ピンとこないところではありましたね。まあそういうのもあるんですが、まあ、SOTR 運用ではちょっと今、スクーカムロガーからは離れられないな。さっき言った吸入吸入力のバッファーと、欄を途切れなさせない機能、この2つだけでも、やっぱり SOTR ではスクーカムロガーから離れられないなというふうに思ってます。えー というわけで、まあ、Windows ユーザーの皆さんももし興味があればやってみてらどうでしょうかと。であのえー、っとさバックミにはですねあの練習ができればいいやということで安いやつを買っちゃったんですね。あのメモリーが 4GB のハードディスク 500GB っていうのを買っちゃったんですけどいや実践で使うんだったら最低、まあ、8GB の えー、SSD のやつで買えばよかったなって今あの後悔してるんですけどどなたかあの、えー、と練習でそれ使いたいなって人があったらあの個別に <laughs> メールか、えーとまあ、個別にメールをいただければ適か、えー、でお譲りして私はちょっとアップグレードしようかなとかちょっと思ったりしてます <laughs> えっと以上です私の発表は以上ですありがとうあ,れちょっとっありがとうございました 何か質問等ありました、ね。らよろしくお願いします。あすみません。どうぞ、はいあの。レディオワン、レディオツー、れ目なくク、マシーキュー、スナリ S&P するなりっていうあたりの改造をして使いやすいっていうようなお話の部分は他のソフトでは実現してないんですかえっと、私の知る限りは他のではできませんね。あの、えっと、まあ、さっきの,あの近藤さんの、えー、リマッパーのそのアルドゥイーノのスケッチを変えることによって、 えー、例えば N1MM とか DX ログの 1PC2 キーボード、1PC2 キーボードの設定で、その2キーボードに、えっと、出力する形にしてで、そこにバッファーを持たせるというようなことをすれば、えー、っとできると思ってます。あのただあ、それはあのバッファーの方はできると思うんですけど、最後の こっちの方は、こっちの方はそれではできないんですよね。だから、だから、スクーかムのが、うん、だから、そういう意味で言うと、まあ、今日の私の話を聞いて、えー、例えば Z ログとかに載せていただければ、もしかすると、あのそういう機能ができていいあのじゃないかなとは思ったりしますけど。ちなみに、MJ、とか ケールない A って何使ってんですかね。彼らは DxLog ですね。はこういったことができてない。うん、彼らあのビデオ見てるとわかりますけど、通気通気秒度でポン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 あの作用にやってますね。だからこれを人間がやってるんですよね。松の。だからそれはね非常にストレス高いあのかかると思うんですけど、さすごいなと思います。この軌道がなくてあのレートでやるったら。 ある意味もっととすすごいことですねそういうことですね。そういうことです。だから、<laughs> あの、結局、サイドトーン聞こえないで、どうやって、あの、なんていうんですかねあの、送信が止まるのを、まあ、予想しないと合わないんでね、まあ、どうするんだろうねと思います。N6MJ の,の最近ちょっと見てないですけど、何年か前のやつだと、目の前になんか大きな赤い、 あのランプがあって、どっちが送信してるっていうのなんかつ,つくんですね、でそれ見て、多分彼は、ポンポンポンってやってるんじゃないかなと思いますバッファーがあるとねもう気、気にせず打てるんでね、近藤さんのおかげでいろいろと、こここら辺は勉強になりますいやこれは絶対ないと厳しいですよね、あのハイレベで。<laughs> でもそれを人間系ランプでやるっていうのもまたすごい話です、ね、うんね、まあ。えっと、あさっきのであの言い切れてたとかどうか分かんないんですけど、2B 制球なんか,なんかまあ,あの、ね、そんな誰でもできるもんじゃないしと思っておられる方も、SO2R をやってる限りは、まあ、こういう。 ことがあるからまあスクーカムロゴンもいいよっていう <laughs> 宣伝をちょっとしたかったんです、はい、ちなみにマ a クって私は分かんないんですけどキーボードもだいぶ違うんですかいや一緒ですよあのー、基本一緒です私 Windows のキーボードを使って普通に使ってます Windows がコマンドになるぐら、はい 昔と違って次元爆弾は出ることはないんですね、今のは。<laughs> そうですね、昔、あの私もあの80年代の終わりに使ってた頃はよく爆弾にやられてましたけど。あすみません、JK1LSE の本田です。はい、どうも。えっと、すみませんあの、ご説明いただいたのかもわかんないですけども、 この電信の符号自体をバッファリングしてるのはロガーの方でバッファリングしてるんですかはい、スクーカム、えー・ロラ側はロガーの方でバッファリングしてます。なるほど。じゃあ、トリガーだけを与えて、反対側で終わったよみたいなのを与えて、まあ、反対側が再開するみたいな、そんな仕組みですかね。そう,そういう仕組みが、えー、スクーカー・ロラ側の中にありますは。なるほど。じゃあ、トリガーを受けれるような、まあ、機能がなんか必要だってことですかね。 あじゃあ、補足説明しますね。あのはい、実際には、えー、と私はウィンキー、ツーポートを持ってる、SO2R 対応のウィンキー、あるいは先ほどの SO2R ネオもツーポートを持ってるんですけども、えー、とどっちかからしかあのキーイングはできないので,で、えーと、メッセージ送信終了すれば、ロギングソフトとしては、そのキーヤーが今どんな状態になるかっていうのは分かってるので、それを見て切り替えてるだけですね。 あーっとキーヤーは外付けですと、その外付け、あー違うな、キーヤーを、あれでした、キーヤーは1台ですと、それを TX2 つに振り分けてますってことですかね。そうですね。その振り分けのタイミングを、えっ、ー、と、まあ、この絵に従ったような形で、えー、タイミング作ってますっていう理解ですかね。はい、そうです。あわかりました。ありがとうございます。 あのすいません、JL 版 CNN の恩金ですけれども、ちょっとすいません、私全く SO2R をやってないので、これからそのやるにあたっての、もしあの感覚的なものがあれば教えていただきたいんですけども、先ほどちょっとあのお話が出た、日本国内で運用したときには、デュアルランをやってもまああの1分間に7曲ぐらいで、しかもそれがまあ1回か2回ぐらいというお話だったので、やっぱりこの、 えとディアルランってアメリカとかそれこそを対象にしたカリブとかでやるんだったら極めてあの効率的なやり方だと思ってるんですけどこれをその日本であのやった場合にえとやらなかった場合に比べて感覚的にどのぐらい QSO の数が増えるみたいなあの感覚っていうのはお持ちだったりやするんでしょうかっていうのもちょっとあのこれからあのコンテストのなんかこう。 いろんなこうあの能力をアップするのの一つの,、まああのあるんですけど、まあ、それってどのぐらい大変なのかにもよるんですけど、その辺の感覚も合わせてちょっと教えていただけると励みになるかなと思って、すみません、質問をさせていただきました。難しいですね <laughs> あの。私の感覚的に言うと、まあ、JA でやってたら 2, 2割増えればいいかな。練習の練習習のあの えっと近藤さんのビデオを見られるとあれですけどもまあ私のレートでいくと、うん、あの 2BSIQ やって400曲400曲ぐらい1時間にで、うん、1ワンレディオでもう300いくんですよねだからまああのそうですねあのうんだ本当にトップスピードでもその程度しか差がないので。 実際は本当に二割行けばいいと思いますね。あなるほど。まあでも二割は大きいですね。二 <laughs> 割。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。近藤さんどんな感じですか。あ <laughs> あ、私はなん国内という意味だとあんまりわからないですけど、実際にやっててあの先ほどのディフェンドみたいなのを結構あの打ち出すとそのディフェンドに引っかかって呼んでくる曲もいるので、うん、ええー。 まあ2割まあ3割ぐらいはあのワンアールよりかはあのいいんじゃなかろうかなこれ感覚的なとこなんであ<ー>あのっていう気はしますあのどうもありがとうございますのその感覚がわかれば十分ですありがとうございました JI1FLB ですよろしいですかあどうもどうも,あどうもこんにちはえっと私国内であの深夜帯運用してないんですけどやっぱり t b s i q 国内でやってるんですけど えっと例えばですけど、60平1時間60平均が90平90えー、90局1時間ぐらいの、えー、アップしましたね。ToBSI98 みたいなそんな感覚です。うんうん、1.5倍ぐらいか。かえってレートが遅い方が増える率高いのかもしれないですね。うん、そうですね。国内だと、えー、スピード遅いですからね。そのくらい増えてます。あわかりました。あの大変参考になります。ありがとうございます。 あの、よろしいですかどうぞ。うん、えー、要はよ、その、ずっと呼ばれ続けるわけじゃないんで、呼ばれない時間をどうやって、えー、暇にしせずに過ごそうかっていうのが多分、2BSIQ の最たるところなのかなと思ってるんですけど。うんうん、そうですね。うん、だから、1時間に、 5曲しかできないときが,が、もしかすると1時間に10曲できるかもしれないですね。かえってそのレートが低いときの方が、うん、うん効果は大きいかもしれないですね。国内だと三半と1.9なんか面白いと思いますようん、うんえ。それは時間の有効活用という意味ですよね。はいはい、そうです。 まあね、あんまりこう,こういうバッファーとかあんまりそういうレートになっちゃうとあんまり関係ないかもしれないです。エキスポの時だと、えっと、ローバンド2バンドで、えっと、1分間に4曲ぐらい行きますね。あ 今ね、コンテストでも2バンド同時に運用してるっていうのはごくごく当たり前ですからね。そうですね。まあそこをいかにその効率よく、いかにストレス少なくやるかっていうところじゃないかなと思います。ほか、うん、はい、他どなたかご質問あすいませんどうぞご問ですけど。 J 6 gc SO2R はまあ <laughs> WW なら48時間全部やられるんですかね私の場合も <laughs> SO2R もどきをやってるんですけどねあのデュアリングとか1時間ぐらいが限度ですね1時間ぐらいしても、えー、やめてでなんか主に終わってみればなんか 同じぐらいの曲数というかですね、マルチも探しますので、<laughs> なんかあんまり私のやり方ではですね、あんまり増え増えないみたいですね、えー。やりようがあると思うんですけど、えー J J、JK さんとかこの前の W とか、どれぐらいの時間やられたんですかね。えー、近藤さんのは大体わかるんですけど。<laughs> あの 私もね、やっぱりそのずっとデュアル CQ を、まあ、デュアルランを続けていくのは非常にあのストレスが高くて、もうあの辛いんで、笑えー、あのエディオに打ちしてしまうってことが今まで多かったんですけど、今回、CQ ワ、えールドワイド、先月の CQ ワールドワイド CW では、えー、かなり 頑張っている,あるランをやりましただから、あのー、やめてシングルにしたのは1.8とか3.5の時間帯ちょっとですかね。だから、あの、えっと、そうですね。まあ、S、S&P に逃げちゃうことは私自体があんまり、あの、なんていうんですかね、すぐランに飽きてしまう性格なんで、すぐ S&P に逃げてしまうんですが、その中でも、うん、ランしてるときは、 できるだけデュアルランにするように今回、えー、まあ心を入れ替えてやりましたけど、まあ、それがあのストレスがないことによる成果かなと思いますの、ね、で、えー、松岡さんのこ質問に答えにはなってないかもしれないですけど、うん、今までよりは多くしましたじゃあそれがどのくらいかっていうと昼間、まあ、ハイバンドが開いてるときはほぼ全部やりました。うーん 素晴らしいですやっぱりその設備の差でしょうね設、設備とその本人のですね、精神力というか、近藤さんの場合ちょ、ちょっとトラブルがあって、あんまりでけんだったですね。 ローバンドでもやるためにはやっぱローバンドでもうちょっと耳が良ければなってあまあ自分のあの設備じゃないんであの <laughs> そんなこと言うのを、ねえっと、言うような立場にはないんですがあのちょっとやっぱり受信能力が例えば YBKJ3YBKJ4YB 聞いてて全然。 えとあ全く聞こえないなっていうのがずいぶんあったので、まあ、聞こえない中でデュアルランするのはやはりきついですよね。はい、他はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ほか、どうだかございますか e b s i q 以外で単純に SP だけやったっていう時間のタイムあるんですか うん、何ですか ?S&P だけやった。はい。S&P だけやったときもあるかって聞いたんですかあ,あそうです。ああ、そういうときももちろんあります。はい。いのあの私、もともと S&P 好きなんで、どうしてもンを途中でやめて S&P に行ってしまう、まあ、それを戒めるためにいろいろ、えー、と課してることはありますけど。今回、何割ぐらいやったんですか ?S&P のには。 S&P のみっていうのは、いや、本当に少なかったと思いますよ。じゃあラン、ランしながら S&P が。そうですね、ランは絶対止めないようにしました。ね、できるだけね。であとは、シングルで1.8メガだけっていうのは、その S&P ですからそうですね、片側だから、ラン、だから、いや、1.8はほとんどランしませんでしたから、やっぱり S&P ですね。はい、ああ、了解しました。 近藤さんはもう完全にリルですかいやそう,そうはなってないです。まあ、今回いろいろさっき言った卒、えー SO、ルネオとですね、えー、ロギングソフトの組み合わせで、えー、ちょっと前に入れた変更がどうも影響してですねうまく、えー、機能しなくてですねあの レディオ1側で送信中のものがいきなりレディオ2に移っちゃうというそういう問題があったんでですね、そこら辺がうまくできなかったんですね。なので、ちょっと、まあ、しょうがないですね。えー、なので、2BSIQ、えー、ーーはできるんですけども、s p がうまくあのできなくて、やむなく s p はもう s p だけみたいな形でやってました。ああなるほどいやデュアルラン 基本的にはデュアル1で S&P のみというのはなしでデュアル1、S&P ですね。ああ、そうですね。了解です。他、ございますか、皆さん。ちょっと時間がだ,だいぶ押してしまったので。いやいやいやい、大丈夫です。えーじゃあ次